スタッファ島は、スコットランド、インナーヘブリディーズ諸島の島。行政上は、アーガイルビュートに属する。マル島の10キロメートル正方にある。18世紀終わりのジョゼフ・バンクスの来島以来、フィンガルの洞窟及びその手つかずの自然が知られるようになった。1800年以来無人島であり、1986年以降は、ナショナルトラストフォースコットランドが管理している。 戦死時代、島は、スコットランドから大西洋に向かって張り出した氷床の下にあった。2万年前頃、氷が溶けると海抜が現在より25メートルほど下がった。1万4千年前のスタッファは、現在よりも大きな島で、丸島と繋がっていたとされている。海面が上昇してから孤島となり、その火山性の業界岸からなる姿を表した。スタファ島については、 近代まで知られていることはわずかである。スイス、チューリヒコに面した町スタッファが、アイオナ島からやってきた聖職者によって、スタッファ島にちなんで名付けられたことが知られる程度である。ウルバ島に所領を持つ氏族マッカリーエが島を長く所有し、その後20世紀に入って、複数の所有者のもとを転々とした。本土の町バン、マル島、アイオナ島から5月から9月の間ボートで行ける。 スタハ島名義の数多くの切手が発行されていることで知られているが、島自体が無人島ということもあり、基本的には収集家向けである。バンコク郵便連合からは、イギリスの海外領土における正式な郵政当局と認められておらず、従って国際的にはこれらの切手は法的に有効な切手として認められず、単なるラベルとして扱われる。また、 全世界の切手を紹介する、スコットカタログやミハヘルカタログにも掲載されていない。ありがとうございます。